足立綱の足立綱の引く1938年12月2日は、日本の内務官僚、政治家、警視総監、貴族院議員。旧名、国部彦七、坂田彦七、足立彦七。1889年6月、綱こコレと改名。鹿児島城下城が谷に、薩摩藩市、国部一郎衛門の三男として生まれる。明治4年10月、長慶。 国部友寮に伴われ上京し、教律学者に入る。明治6年生変により兄、友寮が警察を自主帰したのに同行。1874年5月、二人の兄、友寮、友美と共に台湾出兵に従軍。兄、友美は病死し、同年9月、鹿児島に帰還。1875年、兄、友寮の再度の上京に同行し、 教立学者に服して学んだ。同年、元薩摩藩士、県昇景士、佐古田都筆那の養子となる。1878年11月、刑視局雇いとなる。同年10月、刑部司法に採用。1879年3月、琉球藩の鹿児島県編入に際して現地へ派遣された。同年10月、養父が西南戦争で戦死した足立森幸。 警部補の家を継いだため、安律と改正。1882年12月、坂本長順佐分屯所長に就任。以後、小川長順佐屯所長、広島警察所長、県広島水上警察所長、広島県警察本署第一部長、広島県三島属県警部、広島県属、平治課長、警視庁警部、富岡門前警察所長、 下や警察署長などを歴任。1892年10月、愛媛県警部長となる。以後、福岡県警部長、長崎県警部長、佐賀県職記官、警視総監官房主事を歴任した。1902年2月、内務省警保局長に登用された。1903年9月、警視総監に就任。 日比谷焼打事件により1905年9月に警視総監を辞任した。1909年12月21日、貴族院直選議員に任じられ、同和会に属し死,死去するまで在任した。その他、警察監獄学校省議員、佐賀県農耕銀行管理官、馬政調査委員などを務めた。ありがとうございます。